け猫騒動のモデル、家臣に実権を奪われ失意のうちに命を絶った龍造寺隆房。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は龍造寺隆房について紹介していこうと思います。有能すぎたがゆえに結果として主から家督を奪う形となった鍋島直重という武将について以前ご紹介しました。今回は鍋島氏から実権を奪われることとなった方にスポットを当ててご紹介いたしましょう。龍造寺隆房は物心ついた頃から実権などないお飾りの当主として扱われ、なんと失意のうちに自殺を図った哀れな人物。一体どんな生涯を歩んだのか、じっくりと解説していきたいと思います。かつては破竹の快進撃を見せていた龍造寺氏、天正14年1586年、龍造寺隆房は龍造寺正家の四男として誕生しました。龍造寺氏といえば以前佐賀県一帯に一大勢力を誇った一族です。正家の父、すなわち隆房の祖父である龍造寺隆信は肥前の熊との異名を取り、島津氏や大友氏と対等に渡り合い恐れられた傑物でした。しかしこの隆信が天正12年1584年の沖田直手の戦いで有馬島津連合軍にまさかの大敗を喫して討ち死にしてしまいます。これが龍造寺氏の運命を大きく変えていくこととなりました。器ではない父から家督を譲られる、すでに隆信から家督を譲られていた父正家でしたが、島津氏の勢いの前にあっさりと降伏してしまいます。後に豊臣秀吉による九州征伐の際には秀吉と碁を打っていたものの、敗因を考えすぎたために帰る秀吉を見送りしなかったという、なんだかなという逸話や、その後に起きた黒人一揆に派兵せず、その理由として祈祷師の予言が不吉だったというとんでもない言い訳をするなど、なかなか当主としての器に欠けていたようです。それに加えて重臣であり龍造寺隆信の義弟でもある鍋島直重が実に有能だったこともあり、正家は秀吉の命令で隠居させられ、わずか5歳の隆房が家督を継ぐことになったのでした。これが天正15年1590年のことです。しかしまだ5歳の隆房には何もできません。このため家の一切を取り仕切るようになったのは鍋島直重と勝重親子でした。龍造寺氏は名前だけの当主となり、徐々に立場が逆転し始めていったのです。実権はすべて直重に、軽んじられる隆房。鍋島直重が実権を掌握し、龍造寺の名のもとに政治や戦を行うことは龍造寺一族にとっては決して面白いことではありませんでした。このため直重に対して隆房が成人したら実権を戻すと約束させ、隆房を直重の養子にするなどして実権奪還に動いていたそうです。しかしそんなことって守られると思っていたんでしょうかね。しかも当主を家臣の養子にしちゃったらダメな気がするのですが、それにしても直重は本当に有能な人物だったので、朝鮮出兵でも龍造寺隊として活躍し、秀吉からの信頼はますます厚くなっていきました。となれば隆房はほとんど戦力としては見なされなくなります。戦に参加するのを免除されたのですが、これはつまりお前じゃ話にならないということだったわけです。どこまで軽んじられるのか。鍋島直重の根回しで諸領を安堵。関ヶ原の戦いでは
鍋島直茂の息子勝茂が西軍に参加し、高房はそれにくっついて伏見城の戦いに参戦しました。しかしまだ15歳でしたから、何ができたのかというと疑問符がつきます。一方、国に残っていた鍋島直茂は花から東軍勝利を予測していたため、先手を打って東軍に根回しをしていたのです。こういうところが有能なんですよね。そして高房や勝茂らをうまく戦場から離脱させ、戦後は厳しい処罰を受けることなく所領を安堵されたのでした。考えてみれば、直茂が龍造寺氏の名を残してくれたことになるわけですから、ある意味感謝してもいいはずな気がしますが、やっぱり釈然としないというのが高房の気持ちだったのかもしれません。自分にも鍋島にも苛立った、追い詰められていく高房。実験がないのですから仕方ないとはいえ、全て鍋島直茂にいろいろお膳立てしてもらっている状況では、高房が存在感を発揮できるわけもありませんでした。一応以前佐賀藩主という名目をもらっているとはいえ、実質上の藩主は直茂。高房は豊臣政権からだけではなく、江戸幕府からも仕方状態に陥っていたのです。そして本国の統治は直茂、勝茂親子が一手に担い、高房は国主だというのに江戸へ送られ、人質のような状態で日々を過ごすことになってしまいました。自分の無力さを幼い頃から絶え間なく感じ続けてきたはずの高房。それでいて、かつての栄光を誇った龍造寺氏の血を引くというプライドにも責められていたはずです。鍋島氏への怒りや、現状をどうすることもできないもどかしさや失望が彼を苛み、ついに高房はとんでもない行動に出てしまったのです。前代未聞、妻を殺して自殺。慶長12年1607年、江戸の屋敷において高房は正室を自殺し、自ら切腹を図りました。ちなみに正室は鍋島直茂の養女でした。彼女は亡くなりましたが、高房が死のうとしているところに家臣が駆けつけ、自殺は未遂に終わり、高房は一命を取り留めます。その後高房は国に戻って静養することを許され帰国します。しかし自殺未遂の傷はかなりの深手で、それに加えてだんだんと彼は精神を病んでいったのでした。そして間もなく彼は再度自害を試み、そのまま亡くなってしまったのです。22歳の若さでした。1ヶ月後には隠居していた父正家もショックのあまりか死去してしまい、これで龍造寺氏は嫡流が断絶してしまったのです。さて、これで跡目を誰が継ぐのかということになったわけですが、龍造寺氏の分家を継いでいた高信の弟や子供などは皆が揃って、鍋島勝茂がふさわしいと答えたんです。これではもう龍造寺から鍋島への交代は誰にも止めることはできません。こうして鍋島氏が正式に肥前佐賀藩を継承し、龍造寺氏から家督を受け継ぐことになったのです。鍋島騒動と化け猫の話、高房の無念がモデル。実は高房には彼自身も存在を知らなかったという諸子末明がいました。弟である主膳もそれに加担し、二人は龍造寺家の再興を幕府に訴え出たのです。しかし鍋島氏の統治を優先した幕府は二人に取り合うことはなく、別の家にお預けという処分を下し、龍造寺家の再興はなりませんでした。ただ高房の死後間もなく、白装束に身を包み馬に乗った高房の亡霊が城下に現れるという噂が立ち始めたそうです。加えて鍋島直茂が耳にできた腫瘍のため痛みに苦しんで死んでいったことから、どこからともなくたたりの噂まで出てきたんですよ。
これらが膨らんだ結果、怪談として有名な鍋島化け猫騒動の話が作られていったようです。一般的に伝わっているのは、龍造寺高房が主人公ではなく、時代が少しばかり下り、龍造寺の血を引く若者又七郎が鍋島の殿様に惨殺され、又七郎の母がその無念を飼い猫に語って自殺し、その血を舐めた猫が化け猫となって鍋島氏にたたるというものです。鍋島氏から実権を奪われ、無念の思いを抱いて自殺した高房がモデルと言われても、ちょっと納得する部分がありますよね。そしてこうしたセンセーショナルな事件を当時の人々もまた好んだからこそ、話がどんどん大きくなっていったようですよ。でも創作ですのでご注意を。まとめ1、龍造寺高房の祖父高信は龍造寺氏を隆盛に導いたが、その死により傾いていった。2、父正家の器量などの問題により高房は5歳で家督を継いだが、実権は鍋島直重の手にあった。3、成人したら実権が戻ってくるはずだったが、そんなことはなく高房はお飾りの当主であり続けた。4、関ヶ原の戦いでは当初西軍についたが、鍋島直重の根回しにより所領を安堵された。5、江戸幕府にも軽視され鬱屈とした日々を江戸で送った。6、正室を刺殺して自殺未遂を図り、帰国してからもう一度自殺を試み、22歳で亡くなった。7、鍋島化け猫騒動の話は高房がモデルの一部になったとも考えられている。生まれた時期が悪かったんでしょうね。そして鍋島直重が出来すぎ君だったことも不運でした。それにしても自殺するほど追い詰められていたとは、ちょっとかわいそうな気もします。